それではただいまから知事会見を行います。本日知事からの発表とはございません。早速記者の皆さんからのご質問をお受けしたいと思います。何かございますでしょうか。先日 の、 民主党 の、 コシーシャズマ参院議員会長が、幹事長に、起用されたと、党の事実上の、党のナンバー2になったんですけれども、この、人事がですね、県政を見据えたってその考えられる影響というか、効果というか、そういったものを知事はどのように捉えていらっしゃいますでしょうか。越井先生が与党の幹事長になられたということは、これは今お話がありましたようにですね、与党幹事長というのは、政権のナンバー2の実力者でありますからですね、本県としても大変喜ばしいことだというふうに思っています。とりわけこの参議院議員で与党幹事長になるというのは、これはもう異例中の異例のことでありましてですね、それだけ、越井先生がこの民主党において、重きをなしですね、信頼をされているということがよくわかるわけであります。国難ともいえるこれでありますから、ぜひともですね、国民のために頑張っていただきたいと期待をしております。同時に本県の、県政の運営についてもですね、これはもちろんエコひいき的なことはできないとしてもですね、いろんな意味で支援を賜れるのではないかというふうに私もそれは嬉しく思っていると思います。その他ございますでしょうか。すみません、三日不二郎です。先日明野の処分場の関係で安全管理委員会が、開かれたんですが、いろいろ意見がありまして、委員会としては意見をまとめられないみたいな話で終わってしまったんですけども、県として今後もう一度安全委員会に諮るお考えなのでしょうか。で、あのまま議論がいってもなかなか平行線が続くのかなというのが、一般的な見方だと思うんですけども、そこで県として再開の目と目標っていうのは置かないのかどうなのか、いつ頃には再開したいというのがあるのかどうか、その辺を伺いたいと思います。具体的にいつ頃再開をするかというめどをまだ持っているわけではありませんけれども、原因究明がですね、一応できたということでありますので、先日安全管理委員会に説明をして、同時に再発防止策も説明をしてですね、再開をしたいということを提示したわけです。まだ説明が十分でないということでですね、当日はご理解をいただけなかったと思いますけれども、再度安全管理委員会を開きましてですね、十分に説明をしてですね、安全管理委員会のご理解をいただきながら、再開をしていきたいというふうに思っております。再度安全管理委員会を開く、その時には先日示した再発防止策以外に、また改めて県としてさらに付け加えるみたいな形で臨むんでしょうか。今それは環境整備事業団で事務的に検討しておりますけれども、基本的にはご承知のように、今回ああいう異常検知をしたその原因というのはですね、ご案内のように遮水シートゴムでできておりますが、その上と下に、銅線がこう設置してありまして、その銅線と銅線との交点のところにですね、異常な力がですね、何らかの原因で異常な力がかかった、その結果として、その銅線と銅線とが直接接触するぐらいの状態になりですね、そういうことがね、それによってこの遮水シートが損傷したというのが原因であるということでありますから、
まあ、そういう言ってみれば異常な力がかからないようにですね、十分注意をしながら、埋め立ての作業を進めていくと、まあ、いうことに端的に言えばなるわけであります。まあ、その辺のこの作業のやり方とかそれについて、改善策を、まあ、安全、再発防止策として安全管理委員会に開示説明をしたわけであります。まあ、さらにプラスアルファして何かということがあるかどうか、まあ、これは今検討中でありますけれども、まあ、基本的には十分、そういう異常な力がかかることがないように注意をしながらですね、処分場の管理をしていくと、まあ、いうことであろうと、まあ、いうふうに思っております。それではその他ございますでしょうか。朝日新聞の田中です。先日甲府市立病院で過剰被曝の問題が明らかになったんですけれども、その問題について知事のご所見と、また県として今後何かこう市立病院なりその他の病院なりにご指導していかれたりすることがあれば教えてください。まあ、詳細な内容について私も承知しているわけではありませんけれども、まあ、一連の元気氏がですね、自分の判断で過剰な接種をさせたということであります。まあ、大変に残念な遺憾なことだというふうに思っております。まあ、内部での管理体制といいましょうかですね、まあ、そういうものに欠けるところがあったというふうに思っておりますから、まあ、ぜひとも市立病院においてですね、まあ、しっかりとした再発防止策を取っていただきたいというふうに思っておりますし、まあ、県としてもそういう要請はしているところ。まあ、この際、まあ、他の病院で、まあ、そういうような、ことがまあ、ないとは思いますけれどもですね、まあ、確かに他の病院における、まあ、そういった放射性物質を含む薬剤の管理についてですね、点検はしておく必要はあるとはいうふうに思っておりますし、まあ、すでに担当部局では、まあ、そういうことはやっているだろうと思っておりますが、まあ、いずれにしてもこういった事態が再発しないようにですね、対策をしていきたいというふうに思っております。その他ございますでしょうか。数字のお知らせですが、新しく内閣ができてですね、まあ、片山総務大臣が、まあ、総務大臣が変わられたわけですけども、まあ、その片山総務大臣は割と菅政権の中でも安定していたということで評価も高かった大臣と見られているんですが、まあ、その大臣の仕事を振り返り見られて、まあまあ、評価というのもおかしいんですけども、どのようにご評価されているのかということと、今度川端大臣になるんですけども、期待されることを、伺いたいと思います。まあ、片山大臣はですね、まあ、知事をお務めになった経験もありですね、まあ、かつ国務員だったということもありですね、まあ、非常に安定感があるということと同時にですね、まあ、地方主権、地域主権の立場に立ちですね、地方の立場に立ってですね、まあ、地方の、まあ、考え方をですね、最大限代弁してくれたのではないかというふうに私は高く評価をしております。とりわけ、国と地方の協議の場をですね、積極的に活用し、まあ、社会保障と税の一体改革の問題だとかですね、あるいは子ども手当の問題とか、まあ、そういう問題について、地方の立場というものをですね、内閣でしっかりと伝えていただいたというふうに思っております。まあ、そういう意味で、まあ、今回退任されたことは残念でありますけれどもですね、まあ、川端大臣も文部科学部大臣をおやりになった、民主党においてはベテランであり、バランス感覚の感覚もある方でありますからですね、まあ、なんといっても地域主権というのは、民主党 の一丁目一番地だと言われている策でありますのでですね、片山
かりやっていただければというふうに思っております。はい、その他ございますでしょうか。はい。すいません、YBS の鈴木です。射撃場なんですが、まあ、間もなくその知事のご判断が、まあ、公表発表されるかと思うんですけれども、まあ、それはさておきですね、今後、まあ、その必要性というものにスタンスは変わらない中で、どういうご判断が出たとしても、その在り方について検討されていくご予定があるかどうか、お伺いしたいんですが。まあ、今後と言いますと、まあ、今回、ご承知のように9日の日でしたっけ、この日でしたね、まあ、全員協議会を開いていただいて、まあ、その場で私の考え方をご説明をして、議員の皆様にご議論を賜るわけなんですが、おっしゃる意味はあれですか、まあ、そこでどういうことになるにせよ、その引き続き、まあ設置するっていう判断があっても、そのあり方について、まして、設置しないというご判断があったとしても、まあ、必要性を鑑みて、ゆくゆく将来的に、その設置の可能性というものをご議論されていく、まあ、何らかしら射撃場について、まあ、随時その検討されていくご予定というものがあるのかなと。まあ、そのことはなかなか大事な問題でありましてですね、そのことを含めて、これは9日の場でですね、申し上げさせていただきたいと思いまして、今ここで申し上げることはですね、申し上げないことですけれども、控えさせてもらいたいと思います。よろしいでしょうか。はい、その他はございませんか。はい、別の質問させて、すみません、クリーンエネルギーなんですけど、まあ、太陽光発電についてですね、まあ、この春から、まあ、その重要度というものを、まあ、言われているわけですけれども、まあ、県としてその先日の議会でもメガソーラーの誘致の話とかですね、出てまして、まあ、今のその進捗状況をお伺いしたいというところと、あと太陽熱についての、まあ、議論というものをどの程度でそのお考えになっているのか、ちょっとお伺いしたいんですが。まあ、メガソーラーにつきましてはですね、まあ、本県としては積極的に進めていきたいと、とりわけ全量買取制度が実現をしたわけでありますからですね、民間においてもかなり、具体的な動きが出てきつつありますし、本県としてはぜひ進めていきたいと思っております、まあ、具体的にどの箇所で、どういう条件で、導入をしていくのか、またその民間企業を選ぶとして、その選び方はどうするのか、まあ、この辺のところは今検討中でありますからですね、まあ、この場では申し上げられませんけれども、まあ、近いうちにですね、まあ、その辺の具体的なことをですね、申し上げることができると思いますので、まあ、しばらくお待ちをいただきたいというふうに思います。太陽熱につきましては、まあ、正直今の段階ではまだ検討をしているという段階ではありませんけれども、まあ、関心を持ってですね、まあ、太陽熱でも非常に電気の変換効率が高いという技術ができてきているというのを聞いておりますのでですね、関心を持って検討してみたいというふうに思います。よろしいですか。はい、その他ございますでしょうか。UTY の前からですけども、リニアの駅の関係なんですけども、まあ、今日午後、甲府県域の協議会が、2つの案を提示するんじゃないかというふうに伝えられておりますが、まだその前で大変恐縮なんですけども、その受けられるにあたっての所見と、もし提示された場合の知事の今後の対応についてですね、もしお話しできるんであればお願いしたいんですけども。まあ、今日はあれですか、受けた後、まあ、記者会見みたいなことあるんでしたっけ。一応考えれば、はい、下がりのような形で、はい、まあ、基本的にはその場でですね、お話をさせていただくのは適当だろうと、まあ、いうふうに思うわけなんですけれども、まあ、ご指摘ありましたように、甲府県域の方でいろいろと検討されて、地元としての考え方というものをですね、まとめられた、そしてそれを今日持ってこられるということになります。まあ、いろんな議論があっ
ったようでありますけれども、まあ、リニアの駅っていうのはまあ、高速で走るものであるだけにいろいろなやっぱり技術的な条件がございますですね、まあ、幅1キロしかも、まあ、平らでなきゃいけないとか、それから、まあ、ルートとしてその近くのルートに簡単に曲げられるわけじゃありませんから、まあ、大規模な施設、動かしがたい施設があってはならないですね、まあ、あるいはその相当な広い駅前広場、あるいは駐車場をはじめとする、まあ、施設を作っていかないといけませんので、そういった面でもそういうものが作りやすい場所でなければいけないとか、まあ、いろんな条件がありますが、まあ、そういうことも県として4県域の皆さんによくご説明いたしました、まあ、そういうことも踏まえて4県域の市長さん、町長さんの議論なしで、まあ、情報によれば、まあ、2つの案をお持ちになると、であとは、まあ、県において、指導的に、全県的な現地から決めてもらいたいと、まあ、いう話をなさって、聞いております。まあ、ごもっともなご意見ではなかろうかと思っておりますけれどもですね、まあ、よくよく今日は話を伺った上でですね、まあ、また4県域の皆さんとよくご相談をした上でですね、県としての対応は決めていきたいというふうに思っております。まあ、今日はまあそんなことでぶら下がりともあるようですので、とりあえずのところはそんなことにさせていただきたいと思います。その他はございますでしょうか。ないようですので以上で次回ご終了させていただきます。ありがとうございます。